ロザンヌ・バーは、アメリカ合衆国ユタ州ソルトレイクシティ生まれの女優、コメディアン、声優である。1952年11月3日に、ユタ州ソルトレイクシティにて、セールスマンとボキがかりの娘として生まれる。父方の祖父は、オーストリア・ハンガリー帝国及び、リトアニア出身であり、アメリカに移住する際、ボリソフスキーから、バーに名字を変更している。また、 母方の祖母も経験な正党派ユダヤ教徒であり、バーの教育方針に影響を与えている一方、バー家の近所は、末日聖徒、イエス・キリスト教会の信者ばかりだったため、両親は、自らの信仰を隠し、時には、モルモン教の行事に参加した。バーはこの時の様子について、金曜日と土曜日と日曜日の朝、私は、ユダヤ教徒でした。 火曜日の午後と水曜日の午後、私たち一家は、モルモン教徒として振る舞いましたと振り返っている。バーは3歳の時、顔の左半分に麻痺が生じるベル麻痺にかかった。この時の様子についてバーは、私の母はラビを呼んで、お祈りをしてもらいましたが、治りませんでした。すると、母は、モルモン教の牧師に、お祈りをしてもらったところ、奇跡的に治りました。 と振り返る一方、後にこの症状が一過性のものであることが多く、牧師が来た時にたまたま収まったことを知ったと述べている。6歳の時、バーは、ユタ州周辺にある、モルモン教の教会の説教で初めて人前で話す、体験をし、後に、モルモン教の子供グループの代表に選ばれた。16歳の時、バーは車に跳ねられ、脳に、深刻なダメージを受けた。 その結果、バーの言動は大きく変わり、8ヶ月もの間ユタ州立病院に入院していた。その間、バーは一時を設けるも、養子に出した。1970年、当時18歳だったバーは、コロラド州にいる友人に会いに行くため2週間の、旅行に出ると両親に告げたまま、家を去った。1980年初頭あたりから、 スタンダップコメディアンとして舞台に立ち始め、数多くの評価を得る。その後の1988年から1997年まで、ABC 制作の人気テレビシリーズ、ロザンヌへ主演し、一躍スターダムにのし上がる。同作品の出演において、1993年に、テレビ業界の栄誉賞でもある、エミー賞とゴールデングローブ賞をそれぞれ受賞した。 またその功績を認められ、ハリウッドウォークオブフェームにもその名を刻まれている。1989年には映画へも進出。メリールストリープ、エド・ベグリー・ジュニアら共演のシーデビルにおいて、夫とその浮気相手に復讐心を燃やす地味な主婦をユーモラスに演じて印象を残した。その他の作品としては、ガスバン・サント監督のカウガール、ブルースなどがある。 1998年には、マディソンスクエアガーデンで上演された、ミュージカル、オズの魔法使いに出演し、西の悪い魔女役を演じた。これまで3度の結婚歴があり、すべて離婚に終わっている。二人目の夫は、コメディアンや俳優として知られるトム・アーノルドであり、彼と結婚している間に出演した作品の、クレジットが、ロザンヌ・アーノルドとなっているものもある。 1990年6月25日に、ジャック・マーフィースタジアムにて行われた、新種のティレッズ対サンディエゴ・パドレス戦直前に、バーが歌った、正常期を永遠なれが調子外れであると批判を呼んだ。その後、バーは、PA 装置のトラブルでよく聞こえなかったため、できるだけ大声で歌った結果、あのような、耳障りな歌い方になってしまったと述べている。また、成長後、 彼女はズボンの股の部分を掴んでから地面に唾を吐くという野球の試合で選手がたびたび行う行為を真似たことについては歌にユーモアを持たせて関係者を元気づけるために行ったと述べている。この一連の行為はメディアによって大きな反響を呼び最終的にはアメリカ合衆国大統領のジョージ・ H.W. ブッシュが不快感を表明する事態にまで発展した。 2012年、バーは、コメディセントラルローストに出演し、最後の数小節を耳障りにならない程度の大声で、歌った。バーが、アドルフ・ヒトラーに噴した、ザット・オーブン・フィーリンという写真が、ユダヤ系の風刺雑誌、ヒーブ2009年7月号に掲載され、論争が起きた。ナツスを題材にするということはバーからの提案であり、写真では、ちょびひげとスワスティカの、 アームバンドをつけて、ヒトラーの格好をしたバーが、ユダヤ人に見立てた、ジンジャーブレッドマンを載せたボンを持つ様子が映されている。雑誌の出版元であるジョシュニューマンは、怖がらせるのではなく、風刺の目的でこれらの写真を掲載したと述べ、バーは、ナツスの犠牲者ではなくヒトラーを笑うためにあのような、ことをしたと述べている。フォックスニュースのビル・オライリーはこれらの写真が、 ホロコーストを真似ているとして批判し、エクストラのマリオ・ロペスも、あのねロザンヌ、ヒトラーネタは誰も洗わないよと批判している。2018年に、ロザンヌの放送が再開された際、この問題が再び、ソーシャルメディアで取り上げられるようになり、ロサンゼルスタイムズやユダヤ教の新聞である、全身など様々なメディアでも触れられるようになった。また、これとは別に、バーは、 ユダヤ人投資家のジョージ・ソロスをナツスの協力者と呼ぶなどの中傷行為を行っていたことも問題視された。2014年トレーボン・マーティン射殺事件で逮捕され無罪を言い渡された時系団員ジョージ・ジマーマンの両親はまず私はもう隠れる場所がないということを知らせたい。もしジマーマンがまだ逮捕されていなかったら彼の住所をリツイートするわ。 それから2時間後には、彼の家に行くかもね。AT first, I 愛想 t it w a ず、good to let people know.that no one can hide any more.if it's in my m o n isn't.arested I'll RT his address again.maybe go to his house myself. という2012年3月29日に、バーが発したツイートにより、自宅の住所と電話番号を無断で公開されたとして、裁判を起こした。 セミノール軍巡回裁判所は、バーが彼らの自宅へ、臨時集団を消しかけようとしているという両親の訴えを認め、彼らの感情を害し、プライバシーを侵害したとして、1万5000ドル以上の支払いをバーに命じた。2015年8月には、バーの意向により、サマリージャッジメントが開かれた。2018年3月下旬、バーは、マジョリー・ストーンマン。 ダグラス高校銃乱射事件の生存者で、銃規制の活動家となったデビッド・ホッグが3月24日に行われた命の更新で、ナチス式の敬礼をしたという陰謀論をツイートし、後に該当ツイートを削除した。2018年5月29日、バーは、ムスリム同胞団と猿の惑星に赤ちゃんができた。それが、VJ というバラク・オバマ政権で、 大統領上級顧問を務めたバレリー・ジャレットに対する人種差別的なツイートをした。当初バーは、ムスリムは人種じゃないわよ、三億ども。イスラム教徒は、どの人種にもいるんだからねと、自らの主張を守るようなツイートをしたが、後に悪いジョークで申し訳なかったとして該当ツイートを削除した。その後、バーは午前2時にアンビエンを服用した結果のような、 ことをしてしまったと釈明したが、アンビエンの製造元であるサノフィは、すべての薬に副作用はありますが、サノフィの製品で人種差別が副作用になるものはありませんとツイッターを通じて表明した。また、ロザンヌで娘役として出ていたサラギルバートは、ツイッター上で悲しみを表明し、ロザンヌのエグゼクティブプロデューサーの一人であるワンダ・サイクスは、交番を表明した。 加えて、オリジナル版、ロザンヌの脚本家の一人である、ダニーズ・ーカーも、最初の、ロザンヌは、移民排斥、人種及び性的指向に対する差別を非難していた。今の彼女の姿には吐き気を覚えると非難した。同日午後、ABC はこのツイートを受けて、ロザンヌの打ち切りを発表した。ABC の社長であるチャニング男児は、バーの発言について、 嫌をすべきものであり、我々の価値観に反するものだとしている。さらに、バーの所属事務所であるイコームパートナーズは、彼女との代理契約を打ち切ったほか、バイアコムもオリジナル版、ロザンヌの再放送を取りやめる意向を明らかにした。その後、ロザンヌは、コナーズというスピンオフという形で、放送再開されることが決まり、バーはキャスト及びスタッフから外された。 2011年8月5日、テレビ番組で2012年、アメリカ合衆国大統領選挙でのアメリカ緑の党からの候補指名獲得を求めることを表明。同党前回指名候補のシンシア・マッキニーからの支持を得ていた。2012年7月の党大会における候補者、指名投票では294票中72票を獲得し時点となった。 ありがとうございます。